れですか、眩しい感じで。あ、それ本物でしょ。ありがとうございます。おさえに来てた。海ちゃん手がいいんだ。じゃあちょっと、はい、ありがとうございます。ではスポンサー様のご紹介をさせていただきます。はい、はい、ペットの総合施設 DC キャッスル様、はい、よっ、よっ、ありがとうございます。そしてつかちゃんの癒しタイム様、イエーイ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 。カッパのななこ様、検索してください。検索して、検索。そして浜松の神エステサロン、サロンドピュール様、イエーイ、ありがとうございます。そして大人が輝く背中を見せる梅チャンネルの私、松原美里でございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そして増田グリーン様、ありがとうございます。そして菓子職人リリピット様、いつもありがとうございます。美味しいです。はい、カラーセラピーおうちスクール、魔法ろ、魔法ろ色様、魔法ろ色様、ありがとうございます。はい、愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター、平様、ありがとうございます。やったーす、やったーす。はい、はい、あれ、やっちゃいます。何がですか。もう始まっちゃう。始まっちゃう。あれもう、あれでもまあちょっと時間あるんだね。ちょっと早かったですか。そうそう、早いです。ちょっと早かった。僕らの何も内容はないからしょうがないです。いやいやいや、違いますよ。そんなことはないよ。多分時間きっかり終わらせてくれたからですよね。いや、なんかいつも最近私たち押しちゃうので、早めに、そう、困ったなと思って、早めに食い込んだらね、ちょっと早すぎちゃったかもしれん。別にたがりだからね。ちょっとね、長く滞在しちゃいますか。いや、それじゃないですね。ね、雑談しておきますか。なんか今日でかい人がゲストで来るみたいですけど、ね、ね、楽しみだよね。ねえ、楽しみ。今年も俺と同じ年みたいだし、お、ね、同級生だったことが発覚したんですよ。そうなんですよ。なんか誕生日、はい、お、ちょっと早い。だから声が聞こえてるけどね。ちょっと聞こえてる。2ヶ月ね、うん、2ヶ月早いっていう噂がありますけどね。微妙にお兄さん、そう、うん、怖いかもね。笑っててくれりゃいいかも。あー、うん、ちょっとダーダーダーって感じ、うん、するはちょっとある。あー、そこまであまり会いたくないよね。あー、うん、好きな人は好きなね、すごく業界のね、うん、お話ですね。興味津々で、興味津々で。いや、聞くところによると青木さんも大好きらしいというのは、なんとなくこう気配をね、すごくあのゲストですよっていうのを伝えた時点で、うーみたいな感じでこうテンション上がってくるのをすごい感じましたね。はい、書き込む欄があるんですけどね、好きなんです。え、好きなんですよ。え、放送してんのこれ。これもう始まってるんですよ、微妙に。微妙に始まってるんですよ。ね、言っちゃっていいもん。え、でもね、まだあの、あれ、もういいですか。いいだね、じゃあ OK です。じゃあちょっとあの、今あのタイトルコールが始まります。タイトルいきますね。この番組は、ちょっと待ってくださいよ。始まりますからね、いいですか。今俺が緊張すると思います。何回やっても覚えないとこ。この番組はラーメン屋のカツと保育児、よーちゃん、保育育児アドバイザーの梅ちゃん、はい、が縁の下の力持ち、イエス、イケメンイケジョーをご紹介しながら、その人の目から見える世界を皆様と分かち合う番組です。分かち合う番組です。イエーイ、ありがとうございます。はい、あ、それはあれだっけね、初め言わなきゃダメだっけね、うん、で今言ってもらったからいいんじゃない。もういい、いいと思うよ、はいはい、うん、もうバカグレングデになっちゃってるね、もう。大丈夫大丈夫。ちょっとあのスポンサー様のご紹介早すぎたのかな。まあいいか、そこは。いいとしよう。はい、あ、これ勝つとも言わなくてもいい、もう勝つと梅ちゃんの、まあいいか、まあね、まあいいか、早く出てもらうことにね、うん、もうなんかちょっと気配を感じるよね。そう、そう、皆さん今日はあのなんかね、あのちょっと噂を聞いたんですよね。111の日、1月11日にどうやらなんかこうちょっと血生臭い人たちが焼津にやってくるっていう噂を聞いたんですよ。プのつくプーな感じのプーピーピープープーっていう感じのね、プーピーラープーピーラーね。でもね、なんていうか私たちそんなに興味ないっていうかね、私たちそんなにプロレス好きじゃん。言っちゃった。興味はないね。すいません、出番なんですけど。え、出番なんですけど。
大事、ちょっと肝心な話を。今もう出番。すごい興味。出番出番。はいはいはい。こっちこっち。はい。テーマソングないからね。もうグデグデ今日いいっすねもう。ちょっと。なんですか。まだ売ってないか。まだ売ってない。言ってたけど聞いてなかった。だって聞いてなかったもん。そう。じゃあもう一回ねもう一回仕切り直しよう。はい、ぶっちゃけぶっちゃけねあの私別にプロレス好きじゃないんですよね。俺も興味ない。ねそんなにねなんでこうね裸でぶつかり合うのかよくわかんないよ、ね。来た。怖いのが。来た来た来た。怖い怖い。でちょっとねえねえ。夕方だからいいのそうやって裸でどうのとかって言っちゃって。まだ大丈夫。まだ大丈夫。それ以上はダメだ。待ちなさい。いいですか？皆さんが触れたことのない自分が経験したことないことをね。何でしょう。そうやってね文句言っちゃダメなんですよ。興味がないとか。いやでもね言っても面白くなかったんですよね。あの言ったんだ。言っちゃった私。わかった。あ今日どのぐらいのこうあの2日間ぐらいあるんですか俺の時間は。2日間ぐらい好きにさせますから皆さんね。お2日間もない25分です。25分です、ね、皆さんがついてきてないんでね。はい、はい、座りましょうね。じゃあ座りましょう。ついてこいどんどん。ついてこい皆様。圧倒されちゃってもんね。来いよと。来いよと。そう。大事じゃないですか。言ってたの聞いてないんだもん。だいぶ分科会だ。すごいすごい。すごいでしょ。あの八重洲じゃない大会を八重洲で宣伝してどうするんですか。来い。ここに吉江さんが。じゃあ。ここにいる。じゃあちょっと大きく大きくしてみましょうか。でん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 。どこだ。ああ。いやいやいや。いや吉江さん映ってる。ほほほほ。映ってる。あ、いた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 。これです。これでーす。でおい、貼っといてってないですかこれ。俺がここに持ってきてくれる、ね、エアでね、ここでこうやって持ってる風にしてね。吉江さんは後ろで喋ってもらえれば、ね、座っていいんですか。隠れてるしね。この葉っぱで。あ、どうぞ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 。椅子壊さないでね。バキってね。知ってる方も知らない方も吉江隆です。あの吉江さん顔が映ってないです、はい、そうですか、はい、おっとこっちは、あこっちは A。 後のやつ、前のやつ、これが今のやつ。こっちがどこだったっけな。いいんですかこんなグダグダで。見てる方いっぱいいるんでしょ。今までの中で一番多分グダグダだよね、うん、一番。ちゃんと打ち合わせして今までやってきたんだけどね。今までグダグダ。もうね、あの打ち合わせが本番みたいだったんですね。なんかね、真面目な話してね。ね、本当にね、いい話してたのね、さっきね。いや、もっといい話してますよ。もっといい話してましたよね。はい、はい、何だっけ。何でしたっけ。じゃあ、いい話を引き出してください、俺が言うような質問を。逃げてる、ね。じゃあ、いやいやいや、あれは白くなってるでしょ、今。結構大丈夫。ピンクですよ、頭。あ、そう、毛はね。毛はピンク、それは。そうでしょ。おしゃれ、おしゃれです、もう。いやプロレスラーこうなのかっていうね、感じに取られちゃいけないですから。みんな髪の毛ピンクなのかっていう。いやいや、もう目立ってなんぼですから、やっぱり皆様にね、元気だったら勇気を与える職業ですか、私たち。元気と勇気を与えちゃう。そうです。あら、その通りです。殴り合ってんのに。え、元気勇気。なんでなんで。何ですか。私はプロレスラーを志したのは、はい、何でした。まあ自分がね、私がね、小学校、思い起こす3年生ぐらいですかね、テレビをつけました。つけました。つけた。当時その時ゴールデンタイムですよ、はい、太陽に吠えろがあって、金八先生があって、で、あ、なるほど、フジテレビはわからない、で、テレビ朝日つけたら、うんうん、タイガーマスクが本当に戦ってるわけですよ。あのアニメの主人公が。アニメだったんですね。ここであれでしょう、小学校子供が男の子がパッて見て、うんうん、おーすげえ、なんだタイガーマスクがいるっていう。プロレスってものは分からなかったです、知らなかったですよ。あ、そうなんですか。テレビを回したらタイガーマスクが動いてる。あー、すげえ、そこからですよ、衝撃わけで。そうだったんですね。そうです。本当にこんなすげえ動きしてる。そんなすごかったんですか。すごいんですよ。確かにかっこよかった。かっこよかった。そうなんだ。残念だな。あんまり興味ないからな。まあ、いくらでも DV とか出てるから、あの借りてきていただいて。はい、分かりました。はい、でもね、あの、はい、興味がないものはないんですよ。でね、そういう時どうしたらいいのかなと思ってね。やめて、その言い方。でね、なんで楽しいのかよく分かんないんですよ。あ、分かりました。今日は私ここで試合をやれというこのあれですか。消しかけてるわけですか。あ、じゃあエコさん。なんで危ないよ。エコさんに技が相手が心に火をつけようとしてる。うん、ちょっとね、あの、はい、新しいね人たちもね、多分プロレスの魅力が分かれば好きになると思う。そうなんですよね。私はそのいいきっかけをね、与えていただいたんですよ、はい、プロレスに、はい、あのすごい興味を与えね、はい、持って。そうそう、きっかけさえあれば、あ、プロレスってすごいなって、はい、だから全然本当にプロレスに興味ない方とか、全然プロレスという言葉自体も知らない、はい、業界自体も知らないっていう方もいますよね。いらっしゃいますからね。そうですね。でもこれは焼津の皆さんが見てる
八重洲だけじゃないよ。八重洲だけではない。もう世界だ、世界。だから 2,3 人がちょこちょこと見てる。2,3 人がちょこちょこと。世界の 2,3 人が見てる。どこで見てる、そうですか、どこで見られてるか分かんないけど。じゃあ八重洲を中心とした世界ですね。うん、もう世界。八重洲を中心とした。なるほど。え、もう広いですよだもん、ね。八重洲の中心でプロレスを叫ぶ。イエス。あ、コメント入ってます。コメント入ってます？え？CCB のドラムの人ですか。ってバカって。髪の毛の色でしょ。ここね、ありがとうございます。ここまでごつくないって。いいんです。そういうふうにだからまあ興味を持っていた、まあ何でもいいですよ。あ、なんだろうこの人は。なんだろう。プロレス？プロレスってなんでだろう。なんだろう。そうです。CCB の人です。お。はい。ありがとうございます。スネオの弟。スネ、あ、すごい詳しい。スネオさん、お兄さんのことですよね。やめてもらっていいですか。やめてもらっていいですか。やばい。やめてもらっていいですか。でもはい、年一つ上の年子の兄貴がいまして、はい、まあちっちゃい時って、はい、兄貴に連れられてなんかまあ趣味だったり好きなものっていうのはね、はい、まあ兄貴ついててなんかやったりって、だから、まあ、兄貴と一緒にプロ、お父さん、テレビを、お兄さんと一緒にテレビを見てそのプロレスに興味を持って、私よりだから兄貴の方がプロレスにすごい興味を持って、そうだったんですか。ね、はい、兄はプロレスラーじゃない。うん、実は、うん、わかんないんですけどね。まあ、そのはずですね、はい、長州小力さんとかアントニオ小猪木さんがやられてる西口プロレス、はい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 、に所属してる、はい、所属というか何なんだろう、よくわかんないんですよね。そっち、お笑い芸人さんですね。いや、よくはい、はい、私もフリーでいろんな団体出てますけれども、兄貴もいろんなところに出てて、会う方会う方にこの間お姉さん、お兄さんとお兄さんとっていう、そういう度に私は私一人っ子なんですけどっていう。あ、だからお兄さんとじゃ戦えることはないんですね、はい、リング上で。一回ですね、西口のリングでタッグを組んだことありますけど。なるほど。なんでこんだけプロレスの話をしようというのに兄貴の話になるんですか。ちょっと兄ちゃん、兄ちゃんちょっと知りたい。CCB の後に常雄の名前が出てくるというね、この入ってるのかよ、またなんだ。常雄が掘り下げるな、やめろ。しかもまたなんかやめとけ。すごいちょっと全然違う感じで。はいはい。はい、相撲協会についてどう思いますか。プロレスのようにいろんな団体があったらどうなんですか。うん、あ、なるほど。時の話題が降ってきましたね、これ。さっきちょっと喋ったんですよ ね、 ちょっとね、雑談しましたけどね。あ、今そういうコメントをしてる方っていうのは、うん、プロレスを見たことなる方ですかね、じゃあ。どうなんですか、その見たことあります。ない方のコメントではないような気がするんですね。多分でもいろんな団体があったらって書いてるってことは、うん、プロレスには団体がいろいろあるから、うん、そういうことが起きないってことを思ってるのかもしれないですよね。だどう思ってるか。あるんですか、団体っていっぱい。いっぱいです。もう、はい、プロレスというものは自体はその海外からですね、はい、諸説あるので、はい、それは割愛させていただいて、割愛で、はい、知らないわけじゃないですよ。知ってますよ。で、日本のプロレスの礎を築いたのは力道山先生でございます。力道山先生でございますね。はい、そのお弟子さんに、はい、ジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さん、はい、青木さんの大好きな、はい、でジャイアント馬場さんが全日本プロレスを設立されて、はい、で、はい、アントニオ猪木さんが新日本プロレス、はい、はい、で私はもともとその今から23年前に、はい、そう、新日本プロレスに入門いたしまして、お、新日本の方に入られたんですね、はい、はい、で、12年在籍して、その後ちょっとまあ対談いたしまして、いろいろフリーで、はい、まあ、今もフリーなんですけれども、はい、でそのフリーで今度その猪木さんの方の団体から、その今はバーサーを作られた全日本プロレスの八重洲大会に。そうなんですね、はい、入ってるんですね、コメント入ってます、はい、はい、あ、ん、なんかいくつも入ってます、ブラザー、禁煙プロジェクト、はい、ん、禁煙プロジェクト、はい、あと昔はね、はい、中田さんが好きでした、はい、あとブラザー MV、はいはい、あと他団体と戦うことはあるんですか、あ、もちろんです、お、はい、なるほど、新進だね、すごい、こんなにコメント入るんですね、あ、じゃあプロス、はい、興味持ってる方と、あとまあいろいろ、はい、PV とかも出てますし、そう、 PV、 そうですね、あのブラザーという、あれすごい、私も見ました、すごい良かったです、はい、リリース前にちょっとね、はい、2日前にちょっといろいろなスキャンダルスがありまして、誰のでしたっけ、はい、まあせっかくだからファンキーさんです、ファンキー加藤さん、加藤さん のブラザー、ブラザーというすごいいい曲ですよ、曲は良かったんですよ、すごく、はい、兄弟の歌で、はい、でその歌詞の中にプロレスごっこというか、はい、あのプロレスの、はい、あの歌詞がありましてそれで、はい、その中で今
はい、そういう試合の映像というので PV で出させていただいて。あ、なるほど。兄さんとね、はい、共演されてるやつですもんね。そうですね、はい、まあ、それ見ていただいたら私は一人っ子だというの言い訳はもうできませんけども、できなくなっちゃいましたけどね、はい、うん、でゲストはいっちゃんですか。いっちゃんですか。まあ言うですか。まあ言わ、まあ、言われたことありますね。はいはい、まあ、石塚さんも、はい、あのブルース、はいはい、お好き。あ、そうなんですか。だと思います。あ、でも轟ですから近いですもんね。言っちゃっていいんですか。言っちゃった私も前轟住んでたんですけどね、石、ね、ちゃんがよくね、はい、あのコメントしたお店がありましたよね、はい、はい、まあ、それはいいとして、で優勝おめでとうっていう、ありがとうございます。ちゃんと分かってる方がいらっしゃいます。すごい、ね、素晴らしい。実はこれはあれですか、はい、吉豊が出るっていうのはなんか前もって知ってくださってる。はい、告知しました。あ、そうですか、ありがとうございます。吉豊が出てます、ありがとうございます。はい、で優勝したのは何の大会だったんですか、ね。うん、はい、橋本慎也さん、あの橋本さん、はい、橋本慎也さんが立ち上げたゼロワンというゼロワンという大会で、はい、団体 の, の、はい、風林火山というあのタッグトーナメント。風林火山ですか、はい、はい、で、はい、優勝されたということで、はい、タッグで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。よっ、素晴らしい。それで、あの来年の1月1日元旦に、はい、元旦に、タッグのベルトに、お、はい、ベルトに挑むわけですね。はい、はい、あ、またコメント、はいはい、得意技は、得意技、はい、はい、まあいろいろありますけど、まあいろいろないか、いろいろ、まあ体でぶち当たるのが結構多いですけど、あのフィッシュホールドで多いのは、はい、トップロープ、あのコーナーの最上段から、はい、登って相手にプレスするという、ダイビングボディープレス、潰すってやつ、潰れちゃう。ただまあそれぞれ、そのそうですね、はい、投げ技だったり打撃技だったりいろいろあります、はい、まあ、打撃だったら裏剣とか、はい、痛そうだな、それありますね。晴れってやっぱ加熱してるんですか、はい、今やりましょうか。今そんなのやっちゃって喋りたくなったでしょそうね、コンビニでやったら気だけになっちゃうし、結構すごい力ですよね、あれね。そこなんですね。だから俺もそのファンの頃見た方すげえなって、やっぱあの人間離れしてるというか、はい、怪物だなっていう、怪物ですよね。あれって本気でやったら本当死んじゃうんじゃないかと思うんだけど、やっぱだからでも人っていうのですね、やればできるんですよ。嘘だー、殴られても我慢できる。精神的なものですか。そうです、やればできるんです。本当なんですか。本当に本当です、本当です。吉江さんが前にお花見の時にプロレスファンの男の子にバーンってこう背中にここにバーンってやってくださったことがあって、で男の子がね、あのうはうはしながら幸せみたいな、でもう一回もう一回やってもらっていいですか。それは本当にプロレス、そうですね、何のファンだったんですか。あれね、あれは何だったのかな。でもそうですね、あのプロレスお好きな方っていうのはそうですね、あの叩かれて感激していただいてるという。あ、そうですね、はい。あれは何なんですかね。なんで幸せ、え、M なの、どうでしょうね。それとも好きだから何でもいいぞみたいなことなんですか。まあ、そうですね、プロレスラーでその痛いのも好きだからプロレスラーやらなかったらどうか分かんないですけど、まあ、でも痛さっていうのはやっぱ人は慣れるんです。鍛えられるんです。俺の方見るね。慣れるんです。さんさんそっち見て喋ってくれ。なんか叩かれたら本当に怖いんだよね、急に怖い慣れるんですか。慣れるんです。だからプロレスってやっぱ、はい、あの自分が子供の頃に、はい、本当元気とか勇気とか与えていただいた、ね、すげえな 人かこれはって思うぐらい。でも自分がやってみて、いざやってみて、はい、やっぱ痛さになれるわけです。やっぱそれだけやっぱ自分の命を守るためにトレーニングするわけですよね。トレーニングしてるから大丈夫になる、はい、だからその、はい、そうです。だからやればできるんです。 やってるわけですよね。やるかやらないかと。そのやるっていうのがちゃんと訓練をしてるっていうことですか。まあ、やり続けることもね、あ、はい、大変さっていうのもありますよね。積み重ねですもんね。そりゃそうですね。ちなみにあの YouTube で試合見ましたよって。そうですか。何の試合ですかね。何の試合ご覧になったんですか。優勝の時の試合かもしれませんね。あ、流れたんですか。私自分でなんかその自分の映像ってなかなか見たことないんですよね、はい、あ、そうなんですか、はい、今日のこの映像はもちろん、ね、後であのお送りしますので、はい、ん、YouTube でこれ今こうなんか俺たちのパーンって変わって俺の映像だけずっと流せればいいんですよ、この試合の。多分ここモザイクかかってるかもしれない。そうですね、すごいことできたらね、またあれですけどね。悪い人みたくなっちゃう。で、縁起物、縁起物、はい、縁起物なんですか。プロレスの縁起物、うん、じゃないでしょ。吉江さんが縁起物ってこと。多分吉江さんのことだと思いますね。いやでも違う、あれだ、はいはい、はい、縁起物、パンテール、はい、チョップチャップチャップチャップ、実はチョップすいません、はい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 、チョップとかあのパンってやるやつが縁起物って言ってるみたいです、うんうん、あ、でもそういうふうに、まあ、何でもそう受け取り方ですね、はい、あの
そう、悪いことはないんですよ、この世の中に。すべていい風に考えれば、すべてがいい子になる。そういう、いいね。そうです、そうです、そうです。そうなりたい、そうなりたいわ。で、カツさんにチョップをって書いてあります。やめて、やめましょう。縁起物だから何言ってんの、あのやめて。もらっといたらいいじゃん。証拠を残すのやめましょう。カメラ回ってない時にやりますからね。そう、もらったら叩かれてみる。今いろんな事件がありますからね。その話で、これはすみません、私はまあ告知冊子でいただき、ね、出させていただいてるんですけど、はい、なんかそのプロレスの良さとか何かっていうの一切喋ってないですか、これ。でね、ちなみになんですけどね、はい、前回あのベルト吉江さんお持ちになった時に、はい、あの保育園に、仲良し保育園にそのベルト持って子供たちのところに会いに来てくれて、持ってきましたっけ。確か気のせい、気のせいかもしれない。気のせいですね。気のせいでした。ごめんなさい。じゃあ次でも必ずベルトを取った時は。はい、そうか、じゃあ次はその子供たちに。そうですね、もちろん。よくね、あの会いに来てくださるんですよね、うんうん、子供たちにね。そうです、はい、はい、そうなんです。まあ、私がこうね、八重洲のかかり合いっていうのが、はい、いいんですか、言っちゃって。言っちゃってください。そうです、あの愛の物語。はい、あの仲良し保育園の北山園長さん、ね、はい、さんとのつながりで、もともとそんな詳しくあれですかね。いいですよ、よかったらどうぞ。はい、喋ってください。ぜひ。何でしたっけ。大事なとこですからね。北ちゃんとの愛の始まりですかね。もともとは私、あの、はい、新日本プロレスの時から、あの北山さんそのプロレス界とつながりだったんです、はい、私があの、まあ、新日本プロレスを離れてから、はいはい、あの藤波辰巳と新しい団体を作った時に、はい、まあ、八重洲大会を やるといった時に、はい、まあ、そう、知り合ってもう10年経つんですかね。それが10年前だったんですね。そうです、10年前ですね。まあ、はい、では保育園に私も飾らさせていただくと、はい、まあ、子供たちも覚えてくださってですね、吉江さん来たーってすごい盛り上がりますもんね。はい、はい、で、まあ、今回もあの、はい、保育園に飾らさせていただいたら、やっぱりあの吉江さん、まあ、中には吉江っていうね言いたいんですよね、吉江さんだろうっていうね。でまたね、すごいあの学童にもこの間来てくれたんですけど、うん、また丁寧に対応してくださるんですよ。一人一人がね、こうガーって集まってくるじゃないですか。でそうするともう、ね、一人一人とずっと相撲を取ってくれたりとかね、うん、なん、あれ何ごっこなんですかね、いろいろやってくれますよね。まあ、子供ってそうですね、はい、なんか一人最初なんか誰もこうやりたがらないというか怖がって、一人がやりだすと、はい、わさ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 、そうそう、もう10人ぐらいこうもう乗ってきちゃって、ね、乗ってきちゃって、いや、いいですね。でもあの、まあ、私はもっと、まあ、小学生になってからプロレスに興味を持ちましたけど、ああ、そうなんですね、このマジンやっぱプロレスっていう、プロレスラーって何、うん、なんだろう、プロレスってなんだろうって、やっぱそこで入り口になるわけですよね、はい、触れてくれたら、そのプロレスっていうものに、まあ、何人も、はい、あの私の試合を見に来てくださってるね。すごいですよね、まあ、はい、子供とか、子供好きですか。はい、今ちょっと曲がりましたけど、はい、はい、うん、いやいや、いや普通に答えていいのかなと思ったんですけど、受けねえ、この大好きよ、受けねえ、なんで俺んで構えてくれる、大好きです、大好きですよ。ああ、そうなんだ。でもやっぱ子供がバーってくるとわーってなるんですね。そうですね。でもあのこういう丸くてなんか丸いものになんか子供興味持つとかって言うんですけど、結構泣かれたりするんですよね。まあ中条家のね、お子さんたちはまあもう慣れてくれてなんですけど、まあ初対面というか、まあでかいからじゃないですか、はい、ね、すれ違ったこと、イエーとか、ね、まあ抱っこしゃ泣くかな、あー、プーさんみたいでね、ねえ、でもそうなんです、そうなんですよ、そうなんですよ、睨まないで怖いから、ね、ちょいちょい目が合うと睨んでるみたいな、怖くて、どっから、あ、相撲よりもプロレスの方がガチなので好きです、うん、おー、ガチじゃないの、確かに、相撲も、モンゴル相撲だけですか、八百長あるのは。なんか今またそういうネタに振っちゃうんだから、怖い、またどういう顔していいかわからなくなるでしょ。なんかちょっとあの外に酔っ払いますね。酔っ払いますね、ちょっとね、ちょっとね。あと中西と中田さんは本当に仲悪いんですか、はい、それはどうですかね、これはプレスラーさん同士のところ私もよくわかんないんですけど、これで私が仲いいです、仲悪いですって言ったところで、ところでこの方はやっぱ満足ですかね。そこでやっぱ、ね、そうなんだとやっぱ思いたいじゃないのかな、はい、そういう人がいるんだなっていうことを、ね、よくそういう質問されるんですよ、なんか普段仲いいんでしょ、どうのっていうか、あの、はい、同級生とかでもその学校でも、はい、じゃあ徒競走、まあ、はい、今なんか一番も決めないっていうみたいな学校のルールが
あるみたいですね。みんな一斉にゴールしましょうみたいな。ちょっとバカバカしいですけどね。じゃなくて仲いいからこそ俺はこいつには負けたくないとかって、はい、普段から喧嘩してるわけじゃないです。ね、そうですよ、競い合いでそうなんですよ、それは。まあリングに上がったらもうやるかやられるかっていうもう精神でやってますけど、それはもう俺はお前よりこれだけのトレーニングやってきたんだよ、ライバルお前なんかに負けるかよってそういう気持ちですよ、うん、負けん気でお互いが成長していく、うん、そのためのお互いが存在するっていう感じですね。この、あの質問に対してはもう仲悪いってことでね、うんって言うて勝手に今大丈夫。いやまあリング上だったらもうスイッチ入りますが、俺も自分の入場テーマがまあその選手によってそのスイッチの入るところっていうか入れ方っていうのは違うんですけど。違うんですか。俺やっぱ自分の入場テーマですね。なんですか。瞬間に何ですか。入場テーマ。何ですか。音楽のテーマ。入場テーマは入場するテーマですよ。入場するテーマってこれ何ですか。目が怖いんだよもう。俺はタイプ怖い、いつも目合うとこうおじにしてるもん。いやいやいや、そんなことですよ。吉江さんはすごい繊細な方なんですよね。笑顔が素敵だし、うんね、一生懸命どうやってそう繊細そう考えてくださってるんですよ。そう繊細、うん、繊細というか、うん、まあまあ、 あの気にしなければやっぱその強く向上心というかね、うん、やっぱどん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 自分のトレーニングしててやっぱ強くなろう、うん、強くなろうっていうことを考えないですよね、うん、いやでもそうですよね、うん、まあ元気がないとそれ以上に成長できないので、根治症って思う気持ちって実はすごい大事じゃないですか、はいはいはい、でもそれって誰かっていうよりも自分の内側での戦いだったりするとこあると思うんですよね、うん、あとそういったね、はい、選手の戦い方とか、まあ、戦ってる姿を見て、はい、そのね、お客様ファンの方が自己投影して自己投影をする、うん、そこに、うん、感情移入されて、はいはい、まあ本当にな今ね涙流されるその女性のファンとかもあ、まあ、うん、なるほど、しますし、なんで泣くんですかプロレス見て、なんでなんで自分が応援してる人が、はい、こう痛めつけられたり負けそうになったりして悔しいってことですか。それがまあ自分の人生、はい、私はこの、はい、この人が私であり、はい、この人が勝ったら私の人生がこの、まあ、自分が戦ってると自分の代わりに戦ってくれてるような気持ちになるってことですか。うんうん、そうですね。そういう見方は、見方はいろいろ、そういうファンの方もいるという。面白いんですね。なんか心理的な感じもありますね、うん、そしたらそうですね、まあまあ本当にそこまであったら、ね、はい、プロレスラー見ように尽きるというか、まあ、本当に元気を与えるために私たちはね、だけど自分の試合やってる時に女の子自分の試合見て泣いてたら好きになっちゃうね。いや、キュンってしちゃうじゃん。そんな暇ありますか。そういうことはないよね。ないないない。横島すぎるよね、勝さん。すいませんでした。俺今何見ましたっけ。そう、いやでもそのそうプロレスっていうのは、はい、やっぱ俺は興味持ってね、プロレス素晴らしいね格闘技でありますし、はい、でもその見方はこういうふうに見てくださいとは言わないんですよ。うん、いろいろあるんですね。俺はもう うん、こんなに素晴らしい見方はいろいろでいいと思うんですよ。はい、でもやっぱプロレスはすごい。まあさっき言ったようにその自己投影する。あとはその自分がかっこいいと思う選手、はい、まあアイドルみたいな感じを応援する。なるほど。うんうん、男はね、男性はまたね、うん、そのもう格闘技師もうそういうもうなんでしょうね、殴る蹴るそういう、うんうん、技の攻防が好きで。競技として好きで見るっていう、そうですね、うん、見方もあるでしょうし、ピタちゃんが言ってたのは、うん、なんか受けて受けてそこからお互いを受け入れ合いながら技を作り出していくっていうのは人生と一緒だっていうふうに言ってました、うん、はい、そうプロレスの見方って、ね、そう見てて分かる方もいればその初めて見た方ってやっぱりじっと見てるわけですよね、はい、まあ見方分かってくると入ってます、はい、はいはい、コメント入ってます、はい、吉江さん半袖寒くないですか。いや、やいず暑いんだよ。暑いんだよ、やいず暑いんだよと。あと、よし、なんだなんだ、ビッグマウンテンズ、はい、中西さんとね、組んでます。ほうほうほう、はい、あ、そういうことなんですね。ありがとうございます、俺も好きですよ、あの作はビッグマウンテンズ。そう見て、涙を流しました。はい、流しましたね、ニナちゃん。ダ・ファンクスを見て、涙を流しましたね。そうなんですか。私が流しましたね、私がっていう、ね、ご自身が、あ、そういうことですね。流しましたね、聞いちゃダメだよね。流しましたね、ミナちゃん、奥さんですね、ミナさんはね。いや、ミナちゃんはファンクスで涙流しないと思います。多分違う人がコメントしてます、はい、違うミナちゃんです、はいはい、そんな私の奥さんの名前を言うな、はいはい、なんかそこに書かれてたからね、なんで知ってんのかなと思いましてね。奥さんミナちゃんですね、はい、
見ないよ。はい、あでも、ね、なんだかんだ言ってそろそろいいお時間になってきましたね。いや、もう何も言ってないです。何ですかこのグダグダ感はね。何ですかね、超グダグダな感じでしたけど、はい、でもあの一問一答的なコメントがいろんなね、吉江さんの側面を引き出してくれたかなと。側面でも何でもないですよ、これ ね、 ね、でも最後なんでちょっと、はいはい、悔しいので、あの一言じゃあの締めで吉江さん、悔しいので、悔しいのでグダグダになっちゃったねって、せっかく打ち合わせしたのにねっていう。そんなんで必要ありません、そんな必要ありません、人生に打ち合わせは必要ありません。そうそう、はい、そうそう、じゃあいきましょう、はい、締めで、はい、締めで、締めで、どうしましょうね、どう締めちゃいましょうかね。はい、ポスターにありますように、はい、来たる来年1月11日全日本プロレス八重洲大会ございます、はい、プロレス、まあ、ご興味ある方はこれを見て知ってくださってると思いますが、まあ、見にない人も方、見てない、見たことのない方も、はいはい、見たことのない方も、どこまでプロレスの、ね、良さを伝えられたか分かるんですが、はい、一度ぜひ見に来ていただければ、はい、そのプロレスの良さ、またどん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 見ていくと、そのまた違ったプロレスの、ね、見方という 見方、まあ、見方はこう強要というか、こういう見方っていうのはないです。もう自分が、もうこういう見方をして、もう元気になって勇気がもらえたと、俺はもうやる人間としては皆さんに元気になってもらいたい、そういう心で、元気になってもらいたい、鍛えて命をかけてやっておりますので、ぜひ、はい、プロレスに興味持たれた方、それでも、はい、この機会がありましたら、ぜひ、はい、11日、来日11日、はい、はい、見に来てください、お越しください、お越しください、ぜひ、吉江さんに会いに来てください。そう、俺に会いに来い、会いに来い、会いに来い、はい、会いに来い、ありがとうございました、会いに来い、会いに来い。では次は、つかちゃんの癒しタイム、イエーイ、癒しタイム、ありがとうございました。でリハーサル終わったんですよ、これね、これリハーサルでしたね、もう全部終わりましたもん。あの今からうまい酒飲んだんですよ、もう、はい、あでもね、あの吉江さん怪我に気をつけて頑張ってくださいね。全然にそうだよね、いいですか、まあいいか、何何、吉江さん怪我に気をつけて頑張ってください、ね、ありがとうございます、両足首持ってますけど、まあ、もう怪我しません、すごいですよね、もう怪我しません、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。たくさんのコメントありがとうございました。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 これはまだ放送されてるんですか？これにはあのでもそろそろ終わりで。あ、そう、終わりです。終わりです。だけど切れることはないですね。そうなんです。入れ替わりがあってって感じですね。はい。エコさんがファンになりましたね。僕らだってちっちゃい頃だったのに、コブラツイストかけられない小学生なんかいなかったですもんね。